ハッピーバースデイオーレー、ハッピーバースデイオーレー、ハッピーバースデイディアオーレー、ハッピーバースデイオーレー。全国1億2000万人の鈴なり人の皆さん、こんにちは。鈴なり農園の松尾です。無肥料、無農薬、無呼吸、そして虫を殺さない無殺生農業の可能性を研究して日々実証実験しております。今日はですね、3月25日月曜日、畑棒に来ました。今日3月25日はですね、実は鈴なり農園松尾さんの誕生日です。あ、おめでとうございます。鈴なり農園の松尾さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ああ、鈴なり農園の松尾さんじゃないですか。今日は誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。いや、みんな野菜くんたち、みんなありがとう。こうやってね、野菜くんたちに誕生日を祝ってもらえるなんて、僕はなんて幸せ者なんだろう思ってですね、今日は畑に来ました。土日ですね、昨日一昨日はですね、福岡雨が結構降ってましてですね、畑に行けなくて、で今日はですね、今日はちょっと畑の様子を見に来ようということでですね、夕方から雨みたいな予想だったのですが、まあ降らないだろうと高をくくっていたらですね、天気予報通りちゃんと降ってくれました。なのでですね、ちょっと雨の中状況をお伝えしたいと思います。畑に来たらですね、結構お花畑になってますよ。お花畑に、ほら、これ大根のお花、大根のお花が咲いてますっていうか、めちゃくちゃ咲いてます。すごいですね。これ食べきれなかった大根、全部お花が咲きました。この辺はまだつぼみですね。綺麗。すごい。ほら。大根はですね、アブラナ科なんですけど、こうやって花が白いんですよね。花が白いんですよ。綺麗ですよね。なんかみんな下向いてるな。これは雨が降ってるからかな。雨が降ってるからこんにちはしてるのかもしれないですね。こうやって割とお花畑になってます。あ、これほら、これ自生した小松菜も花が咲いてて、あ、ここにも小松菜があったんだ。こうやって花が咲くとどこに生えてるかがよくわかりますね。で、あとはあれですね、さっきも言いましたけど、雨が降るとお花って下向くんですね。こうやってね、面白い。寒いのかな、みんな下向いちゃったここも、これ自生した大根なんですよね。結構花が咲いてしまった。またここで自生したらいいな。結構雨の中の畑も楽しいですね。お、お、お、これは、ほら、これ種から育てているリンゴです。リンゴ。これね、ほら、完全にもう枯れちゃったかと思ったんですけど、棒みたいになってたんで。でもちゃんとほら、緑が出てきた。この、映るかな。ね、緑の芽が出てきました、こうやって。やった。途中からも葉っぱ、だからこれ葉っぱが、わ、すごいな、リンゴ。リンゴ強そう。あ、こっちも完全にほら、葉っぱが出てきてる。このとこ。これこれこれ。これね、ほら、リンゴの葉っぱが出てきた。やったー。死んだかと思ったリンゴが生きてましたよ。わあ、グミが赤くなってる。これもですね、グミ。これ、ナワシログミちゃん。これ週末に来てですね、昨日ついに来て、網をかけようと思ったんですよ。カオス農法の教えに背いてですね、網をかけようと思ったんですけど、雨が降ってるんで網かけれないですね。今日も網かけれないです。めっちゃ雨強くなってきました。やばいな。あとはですね、昨日とついでですね、夏みかんを妻と食べようとか言ってたんですけど、これ、もうめっちゃいい色ですよね。美味しそう。でも雨が降って来れなかったんで、ちょっと食べれませんでした。残念やな。今週末また来ます。その時に食べます。ちょっと今日は雨の中、畑を散歩するっていう、そういう企画ですので。でほら、そら豆も、これそら豆です。結構花が咲いて、これも全部実になるんじゃないですかね。うまく育ってるな。うわ、グミ赤っ。取っていってあげようかな。マイワイフ。うわ、真っ赤っかやん。
ていうか縄代の季節に実が赤くなるのにもう赤い。何個か取って帰ろう。弾けてるのもある。白菜もお花畑になりました。あ、びっくりグミが芽が出始めた。葉っぱが出始めた。びっくりグミ葉っぱが出始めた。すごいすごい。もう春が来た。春が来た鈴なりに来たっつってね。ほらこれ菜の花ね。いやすごいな。ここにも大根が咲いてる。いやーもうすっかり春っすよ。春、花が咲いて芽が出て、このそら豆もすごい花が。今年はですね、ちょっとエンドウが元気がないんですよ。1回、2月ぐらいに超暖かくなって、でその後また急に寒くなったんで、霜で死んじゃったんですよね。大きくなった後冷えると死ぬんですよ、エンドウって。ちょっと花が咲いてるけど。なので来年はですね、ちょっと防寒とかしてあげないといけないかななんて思ってます、ね、ほらここも全部そら豆。すごいな、よくこんなに花が咲くな。これ無肥料っすよ。無肥料。ね、すごい。無肥料でこんなに育つんですよ。豆って。豆すごいな。ね、根粒菌言ってますけど、本当にすごいです、これ。で、あと、蜜蜂の巣。蜜蜂の巣がですね、強風で倒れてませんでした。よかった。ちょっと石が何個か落ちてるんですけど。うまく入ってくれたらいいんだけどなぁ、なんて思ってます。はい、そんな感じですね。雨の日の鈴なり農園はしとしとぴっちゃんですという回でした。鈴なり農園にもですね、こうやってもう完全に春が来ました。菜の花が咲き、そら豆が咲き、枯れていたと思ったリンゴから葉っぱが出て、びっくりグミも葉っぱが出てきてました。で、縄代グミは真っ赤っかになってるという感じですね。春が来たということで、今年もですね、今から夏に向けてですね、いろんな苗を作ったり、いろんなことしなきゃいけないんで、超楽しみになってきました。でですね、ぜひ皆さんもこの楽しい自然的な農法をですね、始めてみてください。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけた方は、ぜひチャンネル登録していただいて、であとは高評価とかコメントとかいただけると、とっても嬉しいです。はい、それでは失礼いたします。しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん、しとぴっちゃん。